号です。猿が長い時間をかけて人に進化したように、アシモもまた長い時間をかけて進化してきました。こんなの限りない夢への挑戦。2本の足で歩くロボットの開発は1986年から始まりました。そしてその挑戦がついに一つの形になりました。アシモの誕生です。アシモは私たちの生活に溶け込めるサイズで、自分で歩き、階段も上り下りし、そして話すこともできました。そしてさらなる進化を、人を認識し、名前で呼びかける、指示された場所に歩くなど、私たちとコミュニケーションする能力を身につけました。さらには進化した歩行技術により、時速 6km での走行を実現。また IC 通信カードを利用したコミュニケーションなど、格段の進化を遂げました。また一方、アシモは私たちの生活の役に立つ、こんなのコピーライトなんかダメなの、こんなのコピーライト、このビデオはコピーライト。ちょっとだけ覗いていきましょう。ご覧いただき
Thank you.